はい、どうもレイです。今回ですね、皆さんこちら超海賊祭、始まりましたね。私決勝行こうかなと思ったんですけど、時間的にちょっと決勝行けなかったのでエキシビジョンで、今回やらせていただくんですけど、まあ、ちょっと周回させていただきまして、現在ね、59位ということで、まあ正直これぐらい維持していきたいなっていう、100位以内ぐらいを維持してね、頑張っていきたいなと思っていますので、まあ初日なんでまだこんな感じって感じなんですけど、やっていこうかなと思ってます。でまあ今回はですね、初心者に向けてまあこういった編成がいいですよっていうのを紹介していくんですけど、まあやはり初心者が一番最初に組んでほしい編成なんですけど、一応こちらですね、この編成。まあ、なぜこの編成かというと、今ね、パネルっていう、チョッパーマンミッションっていうのがあるんですけど、まあ、そこのところでパネルっていうね、項目がありまして、まあ、そのパネルの初心者のところをクリアすると、まあ、全部達成させていただきますと、まあ、このキャラたちが全キャラゲットできますよっていう、ものなんですけど、うん。まあ、このね、心属性パー、まあ、ローに、クザンに、エネル、そして、ショロイゼンに、レベッカ兵隊3、スムージー、ギャマンということでね。まあ、これ、ローとクザン以外は全員海賊祭限定キャラということで、まあ、これが配布されるっていうのがまずすごいっていう、まあ、ところになってまして、まあ、私もエネルとか持ってなかったんですけど、配布で配られて、マジですかみたいな、まあ、感じでね、まあ、ゲットできたんですけど、まあ、こういうキャラとかがいますので、まあ、ある程度海賊祭とかでも、まあ、やったことない方であったりだとか、まあ、あんまりキャラ持ってない方でも、ある程度周回できるよ、みたいな、まあ、感じの初心者セットみたいな感じでね、配布されてまして、まあ、これがね、意外と強いんですよね。うん。シンプルに。やっぱり、心属性パって、未だにまだね、組みやすく、で、なおかつ、ある程度強いっていう編成なので、個人的には結構おすすめな編成になってます。で、あともう一つおすすめしている理由っていうのが、まあ、今回のその超海賊祭のポイント特攻になってるんですね。この海賊祭限定キャラって毎回で、エネル、シュトロイゼン、レベッカ&兵隊さん、スムージー、ギャバンということで、この5体がね、ポイント特攻になってますので、これで最大5ポイントをゲットできるっていう編成なんですけど、まあ、これだけでもだいぶね、ポイントもゲットできて、ある程度周回できる編成になってますので、うん。まあ、ぜひともね、皆さん、超海賊祭、まあ、初心者初めてやる方とかでもいいんですけど、こんな形の編成作ってみてください。で、あともう一枠あると思うんですけど、ここをどうしたらいいのかっていうのを話させていただくんですけど、一番いいのは、リセマラでギアフィフスをゲットして、そのギアフィフスをここに入れるっていう感じですね。まあ、今回であれば、私であれば、超進化後の、ルフィでもいいですし、まあ、あとはそうですね、超進化前とかでも全然使えると思いますし、まあ、この場合は配置をね、ちょっと最初に持ってきたりだとかっていうことでもいいですし、で、まあ、あと他いるとしたら、まあ、ヤマトとかで始めた方だったらヤマト入れてもいいと思いますし、うん。まあ、あと、ロジャーで始めた方だったらロジャーとかでもいいと思いますし、まあ、結構これ属性パであれば、まあ、おでんとかでもいいですし、ここら辺がね、結構トップに出てくるかなと、うん、いう感じですかね。で、一昔前から始めた方であれば、ちょっと一個前ぐらいに始めた方であれば、この、ハンコクとかもね、配布で配られてたと思うので、このハンコク入れたりだとかでもいいですし、まあ、こういうね、強いキャラいないよっていうのであれば、今でも配布されているこちらのシャンクスとかね。このシャンクスはね、配布にしてはね、結構、優秀な効果を持ってますので、まあ、回復しつつ固定ダメージ与えてくれるっていうキャラで、で、能力の方もある程度ね、防御力アップ、攻撃アップとかもしてくれるので、結構このシャンクスもありかなっていうところで、まあ、こんな形の編成でいっていただければ、まあ、大丈夫かなと思います。まあ、ということで、ね、まあ、実際ちょっとこの編成で、通用するのかっていうのをちょっと見ていきましょう。私もね、そんなにがっつり強化できていないので、こんな感じでもいけるかなっていう形で打っていきましょう。さあ、まあランダムなんですけど、まあこの方とやっていきましょうかね。うん。これぐらいならいけるかなと思いますので、ちょっとやっていきましょう。まあ一応ローとかは超進化させてはいるんですけど、クザンとかもね、超進化させているんですけど、
うん、で一応、この動画の前にね、エネル、シュトロイゼン、レベッカ&兵隊さん、スムージー、ギャバンっていうこの5体だけでも結構ね、ある程度、いろんな方と戦ってみて勝つことができますので、まあクザンとかね、ローとか超進化できていなくても十分通用するかなとは思います。さあレベッカの結構ダメージ与えてくれますからね。でダメージ与えた後にデバフ効果かけてくれるので、でこちらシュトロイゼンも防御力ダウンと、でこっちのエンハンス上げてくれたりっていうのがあるので、これした後にこちらの必殺を打っちゃえば結構な火力が出るんですよね。うん、なんで結構貫通してくれるって感じですかね。うん、防ギャップでエネルですね。これでも結構ダメージ入るかなと。はい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 。でロジャー来ちゃうかな。はいはいはい。まあこれぐらいなら大丈夫かなと。でまあクザン発動できて、クザンも固定ダメージなのでね、ある程度いろんな相手に通用するかなと。3500ダメージでどうか。これクザン飛んじゃ、あクザンじゃエネルが飛んじゃうんですけど、まあそれでもレベッカ&兵隊さん発動できるので、これで飛ばせるかなと。はいはいはい。でもう4体でしょ。で、あ、マルコ来たね。うわ、マルコも固定ダメージか、危な。耐えろ。オッケー。で、ローね。これも固定ダメージ、ドン。オッケー。うわー、でもちょっとね、もう、あ、いいね、いいね、いいね。シュトロイゼンで、またデバフ効果かけつつの。まあ、あと一発必殺技打てればなって感じかな。オッケーオッケー。あ、いけそうですね。まあ、っていう感じでね、結構ね、通用するかなと思いますので。まあ初心者の方とかね、こういう形で編成組んでいただいてもいいと思いますし、まあこれだけでもポイント5ポイントゲットできて、で、エキシビジョンだったら倍の、10倍だったかな、ポイント入るので、これだけでも50ポイント入るのでね、結構ポイントも稼げるかなと思いますので、こうやってね、初心者に、優しい感じのね、配布してくれるのは非常に嬉しいんですけど、私もシュトロイゼンとかエネルとかね、まあ、そこら辺のキャラ持っていなかったので、配布で配られた時ね、やったラッキーと思ってたんですけど。で、まあ、自分の場合は、レベル上限突破の手配書があったので、それで強化しているっていう形ではあるんですけど、まあ、それも単純にね、レベル上げての、で、限界突破の素材とかもゲットできているので、その時ね、一緒にくれるので、限界突破もしていただいて、強化した状態で、まあ、挑んでいただければ、ある程度いい、周回方法にはなるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひともね、まだなんかちょっと海賊船に手出せないみたいな方でもね、周回できるかなと思いますので、参考にしてみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。